改めて私が今いるのは和歌山県の串本町です。紀伊大島という場所に来ています。後ろはですね、海、そう、真っ暗なんです、この時間帯なんですけど、電気などもついていましてね、非常に奥の方夜景も綺麗ですよ。今日私朝から取材をしているんですけど、この海非常に青々として透き通っていて綺麗でした。そんな綺麗な海で養殖、丁寧に養殖されているのが紀州の梅クエということなんですね。冬の味覚です。天然のものも取りにくい、さらに養殖もこれまた難しいということで、非常に希少、幻の魚というふうに言われていますクエなんですけど、とにかく紀州の梅クエ大きいんですね。なのでさばく時間がかかると。なので今こちらの古民家レストラン大雄丸亭でさばく作業をしているところなんです。早速その幻の魚クエを見ていきましょう。失礼いたしますね。はい、店内も木造、そして瓦屋根もありまして非常に奥ゆかしい、内装もですね非常に温かい場所となっています。なかなかお目にかかれません紀州の梅クエ、とにかく大きさご注目。では失礼いたします。見ていただきましょう、こちらです。梅クエです。すごいね。これ今日ですね、一緒に丼を作っていただきます岩谷雄平さん、ご一緒させていただくんですけど、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。重さなんですけれども、どれぐらいこれ重いんですか？10キロぐらいですかね。10キロということで、はい、ね、発泡ストローいっぱい、あ、ちょっとね今持ち上げてももちろん氷の重さもあるんですが、かなりずっしりと感じますね。非常に大きい梅クエなんです。こちらを使って今日は美味しい美味しい丼を作っていただこうと、改めてですね、こちら今日一緒に丼作りをしていただきます岩谷雄平さんです。よろしくお願いいたします。そしてこの梅クエ、なんで梅クエというかといいますと、餌にですね梅酢のエキスが含まれたものを使って育てられているからなんですね。ゆうへいさん、これ梅酢のエキスを使った餌を使われていると、どんな味わいになるんですか？そうですね、まあフグと、伊勢エビとか味が相まった、その幻の味っていうか不思議な味、美味しいですよ、すごく。いや、聞きました、フグと伊勢エビを掛け合わせたような味わいですね。いや、これどんな丼になるのか非常に楽しいです、はい、ということで、早速丼作りしていくんですが、今こちらの梅クエ、まださばき途中ということで、そのさばく段階少し皆様にお見せしようと思います、ではゆうへいさんお願いします。皮引きましょうかね、はい、鱗を引きますね。今鱗を取る作業です。ガリガリと削らずに包丁を斜めに平らに使って削ぎ落としていくと。白いのがね、ゆうへいさん、これってポイントはどんなところにあるんですか？そうですね、もう皮と鱗の間を身を傷つけないように軽く引いていく。川田さん、ちょっと見てください、この身なんですけど、鱗がある一番最初の皮、そしてこの白いところも皮なんですね。この間を狙っていくのが職人技なんですよ。どんぶりマン、この今白くなっているところ、ここはまだ皮なんですか？身じゃなくて、まだ皮なんです。そうなんです、間にそう、この皮を、ね、剥ぐところというのも職人技見せていただいておりますが、はい、今日はこちらを使って丼を作っていこうというわけなんです。ただ丼の前に私ですね、養殖の現場も取材させていただきました、現場の方の努力や思いというものもしっかりと受け取った上で、真心込めて美味しい美味しい丼作っていこうと思います。おはようございます。和歌山県串本町紀伊大島港に来ています。美味しい美味しい丼を作るために、まずはクエの養殖場に取材に行きたいと思います。クエの養殖を手掛けている岩谷さんに養殖場まで案内してもらいます。漁港を出発し、しばらくすると、おお、綺麗な、それではじゃあどうぞ、行きます。おお、たくさんいる。うわ、クエ大きいですね。これは15年から20年ほど飼育してます、そんなに長く飼育されるんですか？はい、このクエってどれぐらいの大きさがあるんですか？はい、大きいので20キロは超えています。20キロ、はい、この大きさって見ないですか？そうですね、
珍しい方だとは思います。クエは成長するスピードも遅いし、まあ、デリケートなんでなかなかあの大きく成長させるのは難しいんですね。へえ。クエの養殖にはどういった餌を使うんですか？はい、地元で水揚げされた新鮮な魚を与えてます。じゃあこちら揚げていきますよ。投げる感じ、ポイッと放ってもらったら、はい、はい、ほれ、うわあ、そらそうだよ、あ、もう、うわうわ、すごい、もうじゃんじゃんいけ、じゃんじゃん、もういけすの泡立ってるじゃん、うわうわ、そんな、あ、しっかり上げて、さらに他の餌も与えているんです。これに実はあの和歌山県の特産品の梅酢エキス、梅からできる梅酢エキスと備長炭が含まれています。地元で採れた新鮮な魚と梅酢エキスを配合した独自の餌を与えることで味わい深く高品質なクエに育つんです。さらにクエの動きや食欲、水質や水温の変化にも気を配り大きくなるまで大切に育てているんです。そんな岩谷さんが育てたクエを実際に持ってみると、いた、よし、いかない、もういた、おお、でかい、めっちゃでかい、でかい、もういきます、ここでちょっと手入れて、ここでできてる、あ、そうです、あ、すごい、あ、いた、おお、すごい、そこに手入れて、うわー、すごい、すごい、うわ、ちょっと許されてるんですね、入ってる、ぬめりが重いんやったらわかるけど、口も大きい、なんかやっぱ口大きい、怖いですよ、あー、クエちゃん、うん、背びれがなんか尖ってますね。尖ってる。あれが痛いんかな。ねえ、中野くん、あれ持った感じどうだったの？いや、本当に重くて、ダンベルというか本当にそういった筋力トレーニングの器具を持ってるようなそんな感覚でしたね。あの暴れなかったから良かったものの、暴れたらちょっともう私一人では対応できなかったと思います。それだけ迫力がありました。大きいんですよね、このクエ。そしてこうしてですね、養殖されたクエは水揚げされてですね、すぐにこちらの古民家の大遊亭の場所にところに行きまして、それでですね、振る舞っていくということの流れになっているんですね。でこちらではですね、紀州の梅クエ鍋コースなども行われています。いい、はい、こちらが大友丸亭古民家レストランですね。はい、内装になっていまして、こちらで紀州の梅クエ鍋コース、ー、はい、1万5000円ですけども、本当にお値段以上だというふうに私は思っています。でさらには伊勢海老天丼、そして紀州梅真鯛の漬け御膳というふうにさまざまメニューがありますので、そちらも楽しんでいただきたいというふうに思います。さてでは紀州梅クエの丼作りなんですけれども、非常に大きいということで事前にさばくということなんですが、私ですね、実はマグロの解体ショーのアルバイトを過去にしていまして、これでですね、あの魚が大好き、魚をさばくのも得意、マグロはさばいたことないんですけどね、はい、こういったこともしていましたので、今回クエをさばくのもお手伝いさせていただきました。今から幻の魚クエを三枚おろしにしていきます。あの私実は過去にクエさばいたことあるんですけど、その時は4キロぐらいですが、これ10キロなのでかなり身がも引き締まってますし、大きいので腕が疲れました。ちゃんと仕事してるじゃん。でもそれだけですね。母さんはね、あんま仕事しない、最後盛り付けるからね、この人はね。いや、すごいよ、きれいきれい、きれい、上手、立派立派。さあということで早速丼作りいきましょう。さあ今日はですね、ゆうへいさんと一緒に作っていくんですが、まずはこの柵の状態、今日はどういったメニューにしましょうか。そうですね、炙りと お刺身がいいですけどね。お刺身、炙りとお刺身、はい、この2つです。私、自分の刺身包丁でさばいていきます。はい、この日のために私美味しく磨いてきました。マイアナギバカ、おお、よし、はい、上手、上手じゃん。いやー、すごいプリップリ、うん、うわー、乗っけてください、よいしょ。なんか川内さん、今ですね、炙り用の刺身をいつの間にか切れてる、作っていますよ。クエって通常この刺身でいただくことってあるんですか？どうですかね。はい、クエというのは鍋のイメージがありますけれども、はい、ああ、年中ね、一年中こういう風にすると味わえるんですよ。ああ、そうなんですね。お刺身とか全然大丈夫です、そして今炙っているんですけど、これ今もう炙った瞬間にクエのいい香りしてきます。すごい、火通すとね、うわー、香ばし
り、しかも油がすごいので見てください、ちょっとキラキラ光ってますよ、わかります、いいですね、美味しそう、あ、じゃあできましたね、はい、ということでこちらを早速持っていきましょうか。私のさばきっていかがでした？今日はね、もう100点満点ですよね、これ、本当ですか？すごいね、すごい、すぐ100点、それちょっと甘すぎます、大丈夫ですか？いやいや、厚さといい、大きさといい、本当ですか、はい、ありがとうございます、さあ今、はい、こちらが、炙りですね、やってるやん、刺身事前に切りましたので、うん、はい、こちらは乗っけていきます、はい、これも私がもちろん事前に切りました、はい、さあただちょっとなんか彩りがそして真っ白やな、真っ白やね、真っ白やね、大葉を3枚ほど乗せていきます、あ、なるほど、あ、皆さんここからですよ、ここから、梅、梅、はい、私ですね複数枚さらにさばきまして、うん、こちらをですね、うん、巻いていきます、え、ああちょっとちょっとバラ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 、いや、すごいよ、すごい、どうでしょう、これはすごいわ、上手、ちょっとまだ完成じゃありませんよ、はい、ここから仕上げに、はい、醤油などもかけていきますよ、うん、わさび醤油ですね、こちらをお刺身にまずダーッとかけていきまして、そしてかけちゃいます、さらに炙りは梅塩がいいということですので用意しました、はい、梅塩いきますよ、パラ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 、梅食えには梅塩なのかな、はい、はい、そしてごま、こうついてきたよ、白ごまをかけていきます、おーおー、美味しそうだな、さあそして海苔もちょっと周りにねかけていきまして、立派だわ、ちょっと醤油このバラに刺してもいいですか、うん、いきますよ、よこんな感じで、いや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 、よし、うん、ここまで見せつけられたら、これで完成しました、紀州梅くえ丼ぶりです、プロだ、いいと思う、いやもう、いや美味しそう、いただきますよ、そうそう、味、はい、うわー、うまそう、この時間が一番楽しみでした、うん、私、まずは刺身からいきましょう、大丈夫、一口でいける、あー、あおー、喋れるか、うん、先ほど伊勢海老と、お、伊勢海老、フグと、うん、いう話がありました、はい、そんな味がするという話がありました、うん、ですがこれ伊勢海老の甘さ、うん、そしてフグの食感です、うん、こんな感じがします、うん、シコシコもしてるんですが、うん、少しやっぱねもっちり感というか少し弾力をやっぱり感じますね、噛めば噛むほど旨味が出てきます、おいしい、うん、炙りもいきますよ、炙り、炙り、炙り、いきます、うん、でご飯、まあ、ご飯行きたくなるよね、確かに丼なんですよね、めっちゃ入れるやん、うん、どう、炙りの方がクエの味わいが強いです、まあ、本当に香ばしい香りとともにうまみもギュッと凝縮してます ね、 入れるね、いやこれゆうへいさんめちゃくちゃ美味しいです、美味しいですよね、うん、いやこれたまりませんね、バラもいっていいですか、ちょっとごめんなさい、時間がある限り、限りある時間の中でたくさん食べたいと思いますが、スタジオ、あの、喋っておいてください、すみません、お願いします、もう何言ってるか分からへんわ、アナウンサーだろ、ゆうへいさんに聞いたらいいですか、ゆうへいさんに、ね、メールの衣装はどれくらい前からやってるんですか、そうですね、20年ほど前ぐらいから、そんなにやってるんだ、はい、すごい、そんな梅酢、はい、今日ご紹介しました、本当にゆうへいさんありがとうございました、